さあ、タラの芽取ってきまーす。さあ、タラの芽舞台。俺と小玉さんでタラの芽ブブブブ、はい、刺さるよ。おー、うわー、いろいろ、あー、センキュー。はい、全体重かけたりかんよ。なんかふわっとかけんとかきって外れたら、待て待て待て、そうやけんね。大変なことになる。今身軽さが重い。ちょっと足場どう？足場大丈夫大丈夫、そこは大丈夫。よし。はい。これ下げると。下げてもいいな。どんくらい曲がったのね。立て立て。はい。これで2つゲットね。よし。はい。はい、ちょうどいいね。この辺にお願いします。はい。あ、こいつもか。これもいけるじゃない、木村君の方。これ3つがよくわからんと思う。離せよ。ちょっと待って。これまだじゃね？大丈夫、今が美味しい時。はい、ナイス。なんか、わけわからん3つ、これ。上。ほんとや。ただ3つやろ。うん。クワガタ方式でいこう。じゃあ、俺下におるよ。うん。あ、下にも入ってるよ。うん。あ、ここにもあるよ。そこいっぱいあるよ。うん、右、じゃない、左。うん、その左にもあるし。で、木村君、これ落とすよ。あ、待って待って待って。はい、ナイス。いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。うい。いいタラの芽よ、これ。あ、美味しそう。おー、すごいのがあった。でかい？これ、でかっ。うん。あら、これは食い応えが。これは食い応えがある。本当やね。どんどん伸びていって、どうせ取れなくなる。取れんくなる。うん。弱くないけんね、タラの芽って。うん。壺枯れる枯れる言うけど。可燃灰、これ、手入れせんととんでもないことになるけ。どんどん伸びていくもんね。おい。あ、あそこ。あ、あそこ。どこ？あそこ。前前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 、左。ちょっと、その辺。これで危ないけど。ここ。あった！めっちゃいいやつやん。うわ、大量。よいしょ。いけた。無理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 。あ、まあまああるじゃん。うん。ゲット。いい。さあ、いっぱい取れたよ。取れた？いっぱい。うわ、マジ？すごい。やば。取れないところもね、多かったけど。ねえ。まだまだね、取ろうと思えば取れるぐらいの。竹出しにバサミが、うん、ああね。おお、あとちょっとですね。本当もうちょいかな。ずーっと見よう。ちゃんと。先と見よう。先までしよったよ。だけわざわざ嘘ついてまで悪者になろうとするのか。多分おかしかと。もうわ。本当や。あと宗男くんの仕事だよ。ほら、俺の仕事のここ終わったよ。早さ。ガラガラだ。ガラガラだよ。早さ。あ、オルネムシめっちゃおるよ、ほら。うわ、これ何にムシこいつ？カメムシの仲間じゃない？うん。いやね、この隙間とかよ。野菜が増えた。野菜。やっと茶色から出して。茶色から出して。あ、俺めっちゃおるほら、虫。はい、あ、本当だ。隠れてる。めちゃくちゃおる。な、マジで。しっかり見とこう。大丈夫よ、昆虫食があるぐらいタンパク質コオロギね。そうじゃない、食べ置きとかやん、タラの芽のなんか汁吸い寄るんじゃないな、樹液のね、あれさっきの蜜のたって。なるほど、こいつらにとってみればお菓子の家みたいな感じだよね。あーね、住めるし食べ物もずっと出てくるし。うわ、夢いっぱいいた。うえ、流れろ流れろ流れろ。これはいいやろ。で、キノトはもうなかった。キノトはもうないんじゃないかな、あの時点で。オッケー、はい、下処理完了。タラの芽舞台、よし、行くよ。2人だけ、こっち少なくね、余裕でしょ。2人でほど、しかもあ、拾ってると思うで、3人よいしょ。
やばい、逮捕される。上からビニールシートを敷くという作戦もあります。じゃあ、この辺にやっていきましょう。この長いやつをとりあえず。うん。じゃあ、ちょっと火ろ過したり。いきますか。で、ある程度、カットして、持ち伸びた的にはの分が良かでしょうね。まだ伸びるべきですね、今。蔵の木の下で。ターン、ターン、わし。徳島洋次郎としますやつ。僕の名前。KG じゃなくて、洋次、洋次って呼ばれる。洋次、洋次ほら。結構でかそうね。確かに。今一人で作業しとったら、はい、なんか白が犬のそこにおったんですよ。はい、ワンコと思ってから、その後指笛でビーチでこっち側にしようって走ってたんですよ。はい、その後バンバンみたいな。マジか。両家両氏っていうか、はいはい、そこら辺で打ち置けんですね。マジ打たれたかと思ってから。びっくりした。なんですぐ石井さん裸になってその周りをバーって走らないんだよ。いやもう噛み殺されると思ってからもうとりあえず動かないと、ね、うわ怖えと思って。あ、桜の下やから、あそこ結構根元から痛くて傾斜も結構ちょっときつかって、うん、で小麦が出たなんで今なんで人に別に悪いことじゃない、悪いことじゃないよね。いやいや、むしろいいこと、むしろいいこと、むしろ気を使ってくれたけどね。とりあえず引いてみて。直樹さんが一番ダメな大人。その段差だけ気をつければ。段差はね、あの小麦が椅子みたいに座れるって言ったけん。腰が悪い人のために、うん、ここで座れるらしい。石場を置きますか。この辺だけバーって借りましょうか、ね、そうね、やっぱ見栄えのあれも多分、うん、これ、ひろてるくんの道具がめっちゃ良かったよかったね、バチバチって言ってもらって道具がいいってみんな思っとうでしょ。道具ですね、道具ですね。はい、だいぶやっぱちょっと背の高かっただけでも着ると開けます ね見栄え良くなったね。結構いい感じになってるんじゃない。また家的にさでしょ、一月後ぐらいかな、石井さんがみんなで部員しようぜ。石井さん好きもね、部員そろそろお願いします。こっから見たら桜めっちゃ綺麗ね。なんかそこで真下で見たらあんまなんかないように見えたけど、こっから見たらめっちゃ綺麗ですね。うん、何も出ませんよ。オッケー、じゃあ戻りますよ。はい、塗る準備しとこうかな。うん、出来上がったとは塗り寄っておかね。乗るお仕事。うん、これいいっす、ここの高さで。この高さでいいっす。あと横を。よかったね。お、色塗りも開始ですね。はい、とりあえずもう腐らんように、うん、綺麗に塗るっていうより、しっかり塗る。しっかり。今はもう腐らんようにね。うん、しっかり塗らんわけですね。しっかりね。その予感しかなかったじゃん。直樹さんの目がやれやれ。今日やろ今やろ。今までで一番ヨライさんと息が合った。今までで。みんな分かってた。今までで一番息が合った。息合ったことないっすもんね。ないっすもんね今まで。一番ってか初めて息が合ったじゃん。初めての作業だったね共同作業。初めて息が合った瞬間が友達の落とす。裏切られたね。
ちょっと入れてみますか。うん、この三角の部分のだいぶ残ってます。全然違う可能性だってあるやん。いや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 、合わせたけんね。あとちょっとこの辺持ってくれよ、俺も見たら。ピシャイ合わせたけんね。木くずどかしますか。全然合ってない。いや合ってる。合ってるっすか。うん、あピシャイ合わせとっけんね。合ってる合ってる、うん、1は合ってる。叩き込めば、いや完璧に近いよ。うん、おお写し方良かっただろうね。あとこれちょっと削れない今もなお。あ、これで OK。 もう切れそう。引っ張って。うわーこれ引っ張りたくねー。やばい引っ張りたくねー。これまんやまんや。しょうがねーな。わざわざ作ったの。誰も言えないや。わざわざ作ったや。ハンバーグ。ハンバーガーごすせいや。ハンバーガー馬さんと戦いやすい。黒ぶってちなみにこれ切るやつが外にありました。あーこれを切るためのこれや。でも俺は気づいたよ、うん、ちょっと顔あこうないけど。恥ずかしかった。恥ずかしかったというのか。花粉じゃない。はい、ひっくり返します。はい、最終調整がさあ、はまりますかね。どがんですかね。どがんですかね。こっちはもうちょっと、あ、はい、いや、こっちで調整する。マジギッチギチやね。うん、もうちょい多分こうやって合うと思うけどな。もあとはもう叩き込んだ。おもちゃんちょっと下げて。オッケー。あ、いけよね。うん、もう入るね。うん、多分入る。叩いたら入る。入るけど、これをどうするか。うん、ここでつなげる。あ、最終調整。あ、飯こうか。一番ベスト。うん、混ぜてみてください。はい、そのままぐらいでいいでしょう。じゃあでかいのからいきます。うわ、トマト。うわ、美味しそう。あったよ。お前びっくりしたよ。いきます。うわー、いけちゃうやつ。混ぜはいけちゃう。混ぜと出汁、出汁。美味しそう。美味しそうね。塩コショウだけで美味しそう。塩コショウだけでしょ、これも。いや、買ってきたけんよかったね。塩コショウも。うん、気が利くなでしょ。ショックにいける。でも出てるね。いいんじゃないかな。どうだろう。かけんば。腹の目揚げたてがうまいんじゃないですか。そうね、食べたいね。芋も食べた方が。皆さん、タラの麺揚げたてが甘いんじゃないですか。揚げたて。もうしんなりになっちゃった。あ、食える。揚げたて食おうぜ。これしんなり。ちょっとしんなりだよ。本当だ。じゃあみんな食べていくぐらい。いただきます。はい、いただきます。うまっ。時代がなかったのはこのため。芋、芋、芋、うまい。いただきます。芋、芋、芋。芋、うまっ。芋、はい、ね、うまい。結構おいしくないね。うまい。おう、あ、ほら、はい、誰がハンバーガー。うん、できやー。うん、あ、うまっ。うまっ。うまい。嫌いなんだ。芋のありがとう。うまい。タラの芽残り少ないですよ。食べてない人。タラの芽くん。残
ぱり一本。本当に？まあ、下に隠れといいや。いただきます。うまい。うまい。うまい。はい、会場に。うまい。会場に行きますか。うん、会場行きましょう。会場。めっちゃうまい。食べる。食べる。トゲトゲ。食べる。あ、めっちゃうまい。おいしい。いただきます。うまい。あー、ビビビビビビビ。3秒以内に大丈夫。あ、うまっ。じゃあ会場行きましょう。大山の金冠。めっちゃいい感じよ、桜の下で。もう桜も待ってきよう。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。クオクオ。わ、すごい。めっちゃいいやん、これ。また次ですよ。こういうことなかなかせんよね。あったけやめようぜ。その段差やめようぜ。いただきまーす。ハンバーグこんなもんは マヨネーズ開けようか。マヨネーズがえぐい。あふれてる。よからしいね。誰がしたそれ、マヨネーズ。気分やるな。これね、児玉さんが。来ますよ。はい。はい。うまそう。うまそう。酸っぱいをどうやって消すか。はい。なんかケチャップの匂いがする。入れすぎて。いただきます。いただきます。乾杯からやなかと。あ、乾杯からね。そうね。お、チーズたっぷりほら。うわー。うわー。お玉がいい。ちなみにもうこのお玉今グリッて動いたけん蒸らす。お玉大そうね。もう使えない。ほら。ほら。じゃあ乾杯しましょう。お花見乾杯。ハトチーズの。わい。コータそれ飲める？うん。いただきます。まだあったろ。いただきます。ありがとう。いただきます。ハンバーグいただきます。うまそう。うまい。ありがとう。あ、うまい。ハンバーグうまい。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 左も美味しかった。その煮込みハンバーグ味がいっとけんね。うまい。ハンバーグ。あ、僕ですか。おいしい。色入れたもんね。うまい。うまい。ハンバーグ。めっちゃ難しい。ハンバーグうまい。ハンバーグ2個。小サラダ。ハンバーグの味。あと紹介のリクエストでお稲荷さんね。これが絶対美味しいって。いただきます。おじさんの分取った。いけたよ。こちらさんハンバーグ。あ、ハンバーグいる。うまい。ありがとうございます。うまい。俺が違う。俺が違う。マヨ地獄。うまいだ。たまに花を見る。花一回も見てなかった。俺こっち見たら翔くんだって残念やった。残念って言ったらいいよ。エビフライもうまい。うわ、おいしい。エビフライ、エキス専用さんやけんね。うまい。これタレタレ丼に入ってるのと一緒。いくよ。いくよ。何うまいっすか。うまい。あ、唐揚げうまい。どこんと。黒唐揚げはどこんとやろか。スネ夫の母ちゃんが揚げてくれた唐揚げ。ハンバーグは一人行こう。余ってるけん。あ、マジ？あ、やっちゃった。あ、これサラダ。あれ？あ、本当だ。危ねえ。ご視聴ありがとうございました。ヤマプロジェクトはダンスのゲンさんの提供で頑張ってます。ぜひサイトも覗いてみてください。さようなら。バイバイ。